藤村でございます。嬉野でございます。行き先をですね、はい、その日の朝というかその、ねね、前日の夜とかに決めまして、はい、いきなり決めて行ってみようかという行ってみようかという旅、はい、今回もですね、はい、東京駅近くのホテルに集合いたしまして、うん、そうでございます、それぞれがプレゼンをしてこれから行き先を決めると、はいはい、うん、ドキドキしますね、いいとこでしたよ、行きましたのね、言いましたね、さてどこに行ったのでしょうかということで、誰のプレゼンが採用になったんでしょうね。そうですね、ご覧ください。じゃん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 。藤村でございます。嬉野でございます。ここは東京駅の近くのホテルでございまして、ムーディーな感じ、随分ムーディー、どうしようもないですね。どう撮ってもね、一度やりました、まあ、北関東の旅というかね、コンセプトといたしましてはね、うん、東京から、うん、まあ、その日帰りじゃないですけれども割と近郊、うん、行けばみんなが退去しているようなねところではない、熱海とか行くのはまだ早い、はい、そこら辺の感激を縫ってそれぞれが思いつきのプレゼンをしていくと、感激を縫うのがちょっと盛り上がってますね。とはいえ先生、そのマンボウも終わり、終わり、この週末はもうどこのお宿も満員だったそうですよ。ただ平日ですから、今ね、もうほら東京も桜が散っちゃったじゃないですか。あ、はい、今長野は見頃らしいですね。長野どこも宿はなかったらね、長野に桜見に来てもいいなるほどね、はい、さっきおっしゃった通り、うん、なかなか宿がそうです、ね、見つからない、あ、そうです、行ける宿がない。で今回せっかく2泊3日なので、ちょっと思い切って別プランを取って、1泊目、ご提案したいのはですね、はい、新潟県。新潟行きますか。まで、それはもう上越新幹線乗りますか。はい、妙高高原あたり。妙高高原ね、はい、新幹線でございます。赤倉観光ホテル。あ、また随分と普通の名前じゃないの。まあ名前だけは。赤倉ってスキー場あった？あ、ありましたね。おそらくフルシーズンが今ちょうど終わったところ。逆にオフシーズン。お部屋まだ空いております。すごい、なんか番頭すごい使える番頭はありますね。長野駅から、ローカル線でですね、北信濃鉄道というローカル線で、北信濃鉄道、まあ、ローカル線なので乗り継ぎの関係もあって、お昼過ぎぐらいに長野駅着きますから、ちょっとそばなんか食べてそこまで段取ってる。俺は完全に傾き始めてる。傾き始めてる。こちらですね、露天温泉風呂、露天風呂付きのテラスルームというところがですね、露天温泉が付いてるテラスルーム入ってます。フレンチと和食と、わぁ、よかった、ある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 、僕はさ、新潟の天気もう行こうちょっと立山あたりの宿、黒部宇奈月温泉、うわぁ、行ったことない、宇奈月温泉いいですね。もしくは和倉温泉、石川県です、ね、石川県、東京で朝一で行っても4時5時とかになっちゃうんですけれども、ここからであれば3時チェックも余裕を持ってできると。富山なんて今ホタルイカちょうど、おー、あの回転寿司がすごいんですよ。そうですか。北陸の方ってね、美味しいですね、すっごい。もうでもね、その予想外のそのね、新潟行ってね、富山まで行って帰ってくるのは、まあ、行けるなぁ、行ける行ける、ね、行けます行けます、全然行けます。楽しい旅になりそうですね先生、プレゼンやります？うん、どうしても僕先に言っていいですか。いや、先に僕らで、いやいやいや最後は藤村さんでしょ。そうですか。藤村さんものすごい多分一番調べてるから。まず行きたいところ1、はい、日光。お、日光ね、大観光地ですよ、東照宮、うん、そうですね、ちょっとなんか湖でボートに乗ったりしたいなと思って、うん、いいですよねあのレッツカールトンができたので、レッツカールトンができた、泊まりたいなと思ったんですけど、うん、全員泊まったら50万円ぐらい、バカ言うなさすがにどうしたそのボートに乗りたいのかい。日光といえば東照宮でしょ。あ、ね、東照宮は大修理が終わったばかりですよ。あ、なるほど、それも見たかったんですけど、うん、鬼怒川温泉。おお、また日光じゃないですか、ね、金谷ホテルスイーツワゴンっていうのがあって、あのいい、ね、お酒とかハーブティーとかと一緒にゆっくり楽しめるラグジュアリーホテルがあるんですけど、全員泊まったら50万円スイーツワゴンのために50万円はきついよ。一
でそれが全部ダメだったんで、前々から一回泊まってみたかった、東京駅の中にある東京ステーションホテル、今晩この東京に泊まって明日満喫して東京駅に泊まるってことか。歩いて10分ぐらいですよ。線路が見えてすぐ、そうそうそう、あるですね。それを見ながら松本清張が点と線のトリックを思いついたっていう、もう歴史ある、全員で泊まると100万ぐらい、うん面白いね、ナミさん。絶対ダメだよ。ダメダメ。ご苦労さん。はい。ね。前回、益子で大敗を喫した。我々夫婦としては花粉症から逃げたいので。花粉症から、石垣島。え石垣島のふさきビーチリゾート。もう君たち来た関東とかそういうのは吹っ飛んでるわけ。あの東京駅から出発すれば、まあまあまあ確かにそうでしょうね、うん、そうでしょうけども、どうでしょうかね、どうでしょう急にそのなんかイメージ、イメージ、まあ、なるほどね。あの石垣島は結構空いてましたのでもうあるね、もうとにかく北関東で心が折れたっていうことです、うん、ああそうですか、もう何空いてないかと、おとにかく空いてないので、うん、やはり発想は似てきますね。雪村君が2日目に行こうと言っておりました和倉温泉。和倉温泉なので2日目そこを入れていただくっていう逆にこともあり、あるよ、はい、で金沢から石川線と IR の、うわそこどういいね、いいんですよ昼間なんか回転寿司食いたいですね食べ物上手にということはもうそこに行くってまだ分かる。でも本音が今出てますよそこで回転寿司食いたいって言って、ああじゃあやめときますか。私方向性全く違いますからね。もうそれはあれでしょうか、明日聞きましょうか電車の中でもう言わせてくださいよ先生。言いますか、言いますか聞きましょう今回も千葉です。お暴走ですか。暴走です。外房。外房。もっと、あのとにかく私鉄道に乗りたいんです。小湊鉄道といすみ鉄道、うん、これがねつながってるんです。あの房総半島を縦断してる、うん、うまくいけば、うん、トロッコ電車に乗れます。あいい、陽気もいいですよ。陽気もいい、あの整理券が必要なんですけど、これは一か八か、うん、はいはい、もう今日の今日なんであの明日当日行って、空いてれば、当日が空いてれば、乗れなければその10分前に出る普通列車に乗って、うん、グッと、いや、いいと思いますよ。それに乗って、うん、もう先生聞いてないし。聞いてますよ聞いてますよ、俺これだけで多分 2,3 時間かかります。あの小湊っていうところに行って、ここに緑水館という旅館がございまして、これは案外良かった、うん、僕魚の背が好き、上から見るのが好きじゃないですか、はいはい、私ヨーロッパでずっとマスに餌やったでしょ、うん、同じようなものが見えるんですよ。なぜか未だに解明されてないんだけど、その深海を回遊するそのタイがですね、うん、そのタイの裏というところだけ海面上に上がってくるらしいんです。へー、そこにワンサワンサと餌付けをして、そこにタイが大量に見えると思うね。それも聞かんねえ、私も負け戦を今やってますそんなことございませんよ。いやもう全然僕は付き合いがいいですから先生がどうしてもその暴走に行きたいってなれば僕だってそうなんだ。俺はもう、ああそうですか、俺はもう、うん、ということで、うん、明日は長野ですか。そうですね長野経由して新潟の方に、ね、そうですね、うん、ただまああの外房の両宿があるっていうことは私ね今回発見しました。次回ぜひ外房をそうですか行ってみたいなっていう気がしますね。じゃあ明日から2泊で、ね、あれ最終的には金沢まで行く。そうですね、この後ババッと決めて、ちょっと調べますわ。はいはい、はい先生、あもうおはようございます。おはようございます。東京駅に参りました。はい、もう朝の喧騒です。そうですね、とりあえず目的地は赤倉温泉、はい、お宿も昨日取りました。これは新潟県ですか。で先生ね、はい、長野が桜満開っていうんで、いやもう本当そうらしいですからね。あまずはですね、はい、その長野の上田城、はいはい、真田丸ゆかりのどこに行く、あそこがなんか桜の名所らしいんでね、上田城跡が。いいじゃないですかね。
暑いですね。暑いですね。今日はなんか上田の方は28度まで上がると、ね、長野そうです。日がさんさんとね、やっていきましょう、ね、はい、じゃあ先生、はい、行ってください。あ、そうですか、出ましたね。出ましたね。あっさり出ますね。あっさりそれは出ますよ。あっさり出ちゃって、ね、現在9時30分32分ぐらいですね。32分発。これで上田で降りるって。そうですね。上田着が、11時前ぐらい。おお、1時間ちょっとかかる、ね。そうですね。1時間半ぐらい。いや、天気がいいから。いいから、これ本当桜ものすごく綺麗じゃないですかね。すごいんじゃないですかね。ね、これ。と思いますよ。俺は初めてです、でも車窓から見ても桜咲いてましたね。満開でしたね。咲いてました ね。まず桜なんですけどね、はいはい、あのその前にね、そば食おうかと。いいですね。名店がございましてです、ね、そばの刀屋っていうね、そこ11時開店なんで今ちょうど行けば。よっしゃ、すぐ行かないと。すぐ行かないと。あ、そうですか、さあ上田にやってまいりましたね。いね、暑いよ長野。もうすでに暑いもんここ、ねえ、うん、はい、真田太平記かなんか執筆していた池波正太郎さんが、はい、池波正太郎さんが、はい、通っていたという。おらららら、これはいいじゃないですかね。上田にもスクランブル交差点があるんですね。危険な発言ですね。うわ、もう六門線ですよ真田の。ねえ、真田のね、死んでも三途の川を渡れるよみたいなことでしょ、これ。ああ、そうか。うん、ああ。それね。ああ。真田ゆかりの城下町。あれ、青天の霹靂ってあの大泉さん出したやつじゃないの？ほら。あ、ここでロケしてたんだ。確かに東京から近いって近い。ああ。これやってた。なるほど。暑いですな、本当。暑いですよね。もう夏ですよ、これ。こんなに暑いって。あっちだ。あ、あっちだ。ほら、もう並んでる。もう並んでる。並んでるよ、もう。並んでますよ。ちょっと。こう、並んでらっしゃるんですかね。はい、この辺に並べばいい。どう並んでるんですかね。こっちが最後。こっちが最後。こっちか。はい、先生いただきましたね。もうお腹いっぱいでございます。
いや、これは名店ですよ、ここは。美味しゅうございましたね。いや、天ぷらがすごかったですね。天ぷらの揚げっぷりがすごかったですね。いや、美味しかったです。かなりその薄めのなんか天ぷら粉にしてから揚げてますね。そうですな。こうじゃないとやっぱ天ぷらはね。そばも良かったですね。そばがね、なんかこう歯ごたえ。これはね、そば好きはこういうの好きですよ。そうです。私これね、これ私の中ではやっぱり一番好きなそばですね。田舎そばの部類に入りますね。そうそうそう。はいはい、とわりですね、ここはね。さらしなみたいな感じのなんかああいうふんわりした感じはしない。しない。歯ごたえ十分。十分、ね。そして私が頼んだのがあれ普通盛りなんですよ。あれ特大盛りでしたよ。あれどうして普通って表記にしたんですか。でそして私この店内に充満するこの気といいますかね、これは名店の、それはもう各方面で嗅ぎ分けてますもんね。いやこれ名店でした。質量十分、ね、十分そう。ここからも入ってきましたね。ね、二の丸橋。二の丸、おお、ね、ああもう、この下は堀ってことですかね。今ちょっと空堀ですけど、そうですね、うん、堀ですね。ね、おでもなんか平城なんですね。そうだね、うん、山登りした感じ、山城じゃないですもんね、うん、いやいやいや、櫓、うわお、すごいすごい。お取るかい。よし、おお、いや、こっち側のしだれ桜は終わっちゃったのかな。わあすごいなこれ。すごいね。綺麗だね。うわ。美しいですね。ね、そうですね、うん。水辺とね。ね。また雨って言ってました。これ今日どこですか？九州綿菓子。これ毒されてるじゃないですか。綿菓子なんで、西日本が綿菓子ですか。分かりませんけど、私それって言ってました。綿菓子ですね、やっぱり。そうでしょ、東京でしょ、それ。東京の人たちが出しに来てるんですかね。どうなんですかね。ここ関東でもないか。素晴らしかったですね。ねえ、
今年も満開見れました。ありがとうございます。めでたく。めでたく。めでたくね。はい、でね、さっきの上田から再びまた新幹線に乗って、まあ、10分ちょっとですけどもね、今ここ長野駅です。ここ長野駅で。長野駅に来ております。はい、で信濃鉄道。信濃鉄道っていうね、鉄道ローカル、まあ、私鉄のローカル鉄道に乗って、うん、はい、妙高高原。妙高高原という駅で降りて。駅で降り。まもなくですね、はい、その信濃鉄道来ます。あ、来ました。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 噂をすれば赤い電車なんですね。可愛いですね。へえ。ほら、頬をあからめて。ね、いいようですね。いやもう信濃鉄道。あ、いいですね。この向かい合わせの座席。昔ながらのボックス席。ねえ。よいしょ。よいしょ。ああ、いいですね。出発と。先生これね、いいですね、ちょっと上田城で随分その熱波に煽られてね、ちょっとなんかこういい具合に気だるくなった感じで、こういうのいいですよね。いいですね。こういうガランとしたところに乗るのいいですよね。そうですね。ちょっと疲れましたね。疲れましたね、やっぱりね。あれだから平城でよかったですね。それ山城だったの。もう途中で諦めてました。諦めてます。野尻湖ですか。野尻湖ね。信濃町をこう抜けてあたりなんかに野尻湖が見えてくるじゃないですか。そうですか。その先に妙高高原駅があるみたいですね。おお。朝倉が。席を移動してみました。空いてますからね。なぜその野尻湖こっちですからね。こっちですからね。そういう情報がありました。野尻湖見えてくる。野尻湖見えてくる。あ、席を変わりましたよ。
然葉っぱも芽吹いてないですよ、これですね。あら、わあ、すごいね。すごいね。桜咲いてたのにな。さっきまでね。さっきまでね。こんなに違うんですね。よっぽど上がってきたんですね。そういうわけで我々ですね、赤倉温泉へ向かうということでございます。楽しみですね。ちょうどですね、先生がおっしゃってたように、長野県桜が満開でございましてですね、よろしくございましたね、上田城の桜を見て、そして、あの名店と呼ばれているね、蕎麦屋さん、気がもう十分に感じられる蕎麦屋さんでね、蕎麦を食って、いよいよこれからですね、その赤倉温泉、赤倉観光ホテル、名前はパッとしないけれども、果たしてこれどういうホテルのか、もうちょっと古い、曰くつきも言っちゃいますけど、これものすごいいいとこでしたね。いいとこでしたね。たまらなかったですね。もうまた行きたいです、ね。また行きたい。はいはい。いうことでございまして、この後はですね、その後まだまだ我々の旅はですね、金沢とかね、行く方向に続くと。流暢ですね。そうですね。ありがとうございます。